日英の共同開発である F3 戦闘機だけど、今年度から本腰を入れていくみたいだね。共同開発ってすごくワクワクするよね。イギリスと手を取り合って開発なんて期待しないなんて無理だよ。実際にはいろんな思惑があるんだよ、が、何にせよ楽しみではあるな。レールガンの開発も進めていくみたいだし、確かに楽しみだね。さて今回はそんな日本とイギリスの共同開発である磁気 XF9 の実証実験について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。岸防衛大臣が2022年度に F2 の後継機となる磁気戦闘機開発を加速する方針を示し、必要な予算も計上され急加速で開発が進むことになりそうな雰囲気が見えてきたよ。冒頭で紹介したように今回は、この磁気戦闘機開発にかかる予算などを詳しく見ていくね。そういえば、今回の防衛予算では電磁式レールガンや高出力マイクロ波なども開発予算が計上され、近未来の装備開発も同時に展開しているようだけど、日本のお家芸とも言える電子機器の分野でどの程度正解レベルの兵器を開発することができるのかが注目されているんだ。2021年12月22日、岸防衛大臣が記者の取材に答えて、令和4年度2022年防衛予算の当初予算案に現在開発を進めている航空自衛隊の磁気戦闘機の研究開発費が858億円であること、電磁波を用いたレールガンや高出力マイクロ波照射装置の研究開発事業費として、137億円を計上することを鈴木財務大臣と合意したことを明らかにしたよ。かなりの予算が計上されるとのことで、関係者や軍事アナリストら驚きの声を上げていたが、もっと驚いたのはレールガンなど、アメリカなどがすでに開発に取り組んでいる分野に、日本として参入することを初めて明らかにしたことだな。取材の際、岸防衛大臣は近未来の戦闘において航空優勢を確保することは必須であると述べ、そのためには磁気戦闘機開発においても、性能を確保するための技術供与などを前提とした国際協力を視野に入れることで、着実に開発を進めていくことができるとしたんだ。さらに、防衛省が研究を進めてきた電磁レールガンの研究開発についても語り、将来的にゲームチェンジャーとなりうる最先端の技術であることを踏まえて、今後も研究開発を加速していく必要性を記者団に説明したよ。F2 に代わる磁気戦闘機については、2035年の配備開始を目指していて、中期防衛力整備計画において国際協力を視野に入れ、我が国主導で開発を進める方針がすでに固まっており、アメリカとの共同開発が進められているんだ。2020年末には、これまでの航空機運用を重視した結果として、アメリカのロッキード・マーティンをインテグレーション支援パートナーとして選定、その他の航空機用ジェットエンジンやアビオニクスの電子機器やシステムについては、イギリスと協力の可能性を追求していくとされているみたい。さらに防衛省は、2021年12月22日に、磁気戦闘機のエンジンについて、日本の IHI とイギリスのロールス・ロイスとで共同開発を進めることが正式に決定したことを明らかにし、2022年4月1日から実証実験を開始することを発表したね。両社の共同開発においては、エンジンのみならず、エンジン搭載にあたる部分の機体本体の開発についても検討していくとしたぜ。この共同開発により、製造コストなどの費用削減を図るとともに、将来的には次世代戦闘機を販売輸出することも視野に入れていると思われるな。一方、ロールス・ロイスも防衛省の発表を受けて、共同開発の事実を認めるとともに、会社として公式コメントを発表したんだ。発表文によるとこのエンジン実証プログラムは、日本とイギリスが共に将来的に必要とする磁気戦闘機の開発に重要な一歩であることに触れ、将来的には両国において数百名規模の雇用創出につながる可能性を期待していることを明らかにしているよ。ロールス・ロイスでは、この計画の実現に向けて3000万ポンド約45億円の初期投資を行うことを明らかにし、さらに実証機開発に2億ポンド約304億円の資金を投入する方針を示しているんだ。ロールス・ロイス防衛部門の開発責任者曰く IHI との共同開発チームは、両国の磁気戦闘機に求められている要件を満たすために必要であったことを明らかにし、互いの技術補完によってクリーンかつ強力な推進力を持つ戦闘機用エンジンをもたらすことが見込まれることから、両国にとって、両者にとって利益があると述べているよ。ここ数年、日本とイギリスの軍事面での連携は令和の日英同盟と呼ばれるほど濃密になっているし、イギリス単体での動きもかなり大きくなっているよね。イギリスは、すでにイタリア、スウェーデンと共に次世代航空機開発プロジェクトであるテンペストプログラムを発動しており、
2035年の実戦配備を目指して研究開発が継続されているよ。この2035年という区切りは、今回共同開発を行うことになった日本の次期戦闘機の開発スケジュールと一致していることから、テンペストプロジェクトへの実質的な日本参入とも受け止められているんだ。また、次期戦闘機用の高性能レーダーの開発についても、防衛省が41億円の予算を投じてイギリスとの共同研究事業を開始していることから、日本の得意な電子技術において次世代戦闘機の開発に参入し、世界トップレベルの次世代戦闘機の開発ノウハウを得たい意向が透けて見えるね。さらに防衛省は、2021年度からの継続事業として、イギリスと共同研究を進めている戦闘機搭載用の中距離空対空ミサイル AAM の、研究費用12億円も予算要求を行っているよ。このミサイルは、JNAM 共同による新たな空対空ミサイルと呼ばれ、2014年4月の防衛装備移転三原則に基づいてイギリスとの共同研究として開始されていたものだね。具体的には、イギリスのミサイルメーカー MBDA 社が主導して開発された、アクティブレーダー誘導の視界外射程空対空ミサイル DVRAM ミーティアに、三菱電機が開発した小型電波シーカー技術レーダーを組み合わせ、次世代戦闘機に空対空ミサイルとして正式採用を目指しているものとなっているよ。JNAM は2022年には研究試作品が完成させ、2023年までに性能試験などを実施する予定で、結果が良好であれば量産化と配備を進めることにしているんだ。このように、イギリスとの関係性を深める一方で、アメリカとは次世代戦闘機の開発を継続している二枚舌的な防衛省の姿勢には、批判と疑念を持つ人もいることは事実だよ。だけど、いずれの航空機もまだ試作機が登場しているわけではなく、日本としては確実に抑止力となりうる戦闘機の運用を目指したいところから、二枚舌になってもやむを得ないのではないかとの声もあるんだ。性能のいい次世代戦闘機を選ぶ。日本の国防においては当然のこととら言えるが、アメリカやイギリスといった関係国との利害関係をうまく調整していくことが望まれているな。うんうん。そして、岸防衛大臣が記者に対してゲームチェンジャーと語った、次世代兵器として期待を寄せる将来レールガンにも注目していくよ。レールガンとは、電気磁力によって物体を加速して打ち出す装置を総称しているもので、電磁投射砲 EML 電磁加速砲などが同種の兵器とされるよ。レールガンの原理は、2本電極棒のレールの上に金属の団体を乗せ、電流によって電磁力を発生させて、その反発力によって金属団体を射出するという単純な構造だね。すでに世界各国で研究開発が進められており、日本の他にもアメリカ、ロシア、中国、トルコが軍事研究を進めているよ。SF やアニメの世界が現実になりつつあるね。開発競争にリードしているのはアメリカで、すでに中東では陸上及び海上でテストを実施して、実用化にリードしているとされているが、トルコはすでに兵器への応用可能な電磁砲の開発に成功して、国際防衛見本市で販売を開始しているんだ。レールガンが、なぜここまでもてはやされているかといえば、やはり低コストであることだろうね。あとはやっぱりロマンだよ。レールガンで用いるのは通常の金属で作られた団体のみでいいからね。団体は既存のミサイルよりはるかに安価で製造でき、火薬を使用して発射する弾丸よりも高速かつ長射程を確保することができるメリットがあるんだ。もちろん、既存の兵器にはないデメリットもあるよ。一番のデメリットは、かなりのエネルギーを必要とすることであり、電磁波を発生させるためにかなりの電力を必要とするものの、そのエネルギー源が確保できていないことだね。仮に電力を確保しようものなら、それを生み出す機関はかなりの大きさを必要とし、一般的な護衛艦などの船体に搭載できるだけの小スペース化が難しく、かといって石油等の通常電力だけでは必要な電気を供給できないことから、兵器としての実現が難しいとも言われているんだ。以前に実験に成功したアメリカであっても、艦艇に搭載する技術と電力供給が難しいことから、開発を断念したとも伝えられているからな。だけど日本は対極超音速兵器迎撃や迎撃困難な長射程対艦攻撃の兵器として、レールガンの開発を継続することを表明しているよ。また同時に、近未来の兵器として活用が検討されている高出力マイクロ波照射装置も、引き続き開発を継続するとも述べられているんだ。この兵器は、無人ドローンによる一斉攻撃を回避するために、その行動を無力化する兵器として安価であるとされ、すでにアメリカ空軍研究所 AFRL では、
ドローンに対して高出力マイクロ波を照射して撃墜する防衛システムトールの試作に成功しているようだね。近未来の戦争においてはドローンなどの無人機が活躍するとも言われており、爆薬等を搭載したドローンが大量に飛来した場合、ミサイルや銃器による防衛では全ての攻撃を防ぐことが難しい実情があるぜ。そのため無人機を撃墜する際に高額なミサイルを大量に消耗するよりもマイクロ波でドローンを撃破する兵器であれば同時に複数の目標に対応でき、ミサイルと比べて低コストなことから今後導入を目指す国が増えてくるものと思われるな。世界的な風潮から見てもレールガンとマイクロ波兵器は日本にとってもメリットが大きいことは事実だよ。国防の強化のためにも開発を急ぎたい次世代兵器であると言えるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。